りと言います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はたくさんの方にお越しいただきまして、あの春風の贈り物ということで深部さんとですね、福沢さん、福沢さんですよね。そうです、そうですよね。そう深部さんと福沢さんのですね、オープニングの方2人目でですね歌わせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。でもね、一言謝っておかなくちゃいけないんですけれどね、春風の贈り物になって私がブッキングされたかね、よくわからないですよね。ほんと多分ね、ピカピカしてると思うんですが、多分ね、一番チーフとマダムがね、その意味を分かってると思うんですよね。絶対もうこれはもうね頑張れ頑張る。もうね、ほんとね、贈り物っていうかね、ほんとにご公伝みたいな感じなんですけれども、どうぞですね、今日30分間お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。では1曲目聴いてください。昔の歌私もね、でもね、すごいね、そういうの
なんかその春風に私がぶち込まれるという、あえてなんか虎の穴になんかね落とされるみたいなね、なんかね修羅の道みたいなのがね、で全然春風ってすごく優しいのに、ね、修羅の道だと思ってるのは私だけでね、ほんとね、なんかそういうね、なんかすごくそういうところでね歌わせていただいてね、すごく今日楽しみだったんですけどもね、こんな感じですね、本当に春風よりも私ね、五寸釘とかのが似合うってよく言われるんですよ。でね、ここでね、毎週、解散するが月に1回、アコースティックナイトっていうね、飛び入り参加のね、ライブの私、スタッフをやってるんですけれどもね、その時にね、出るんですとか言ったらね、みんな、失笑みたいな感じでね、でもそのね、私、ド M だからね、そんなに続々感たまらないんだよね、そういう。だからすごい今日ね、もう本当ね、頑張って歌いたいと思っております。今日はどうぞよろしくお願いします。イエーイ。こんな感じですね、私、女心を歌っております。女心って言ってもね、すごくね、偏った女心なんですよね。私もすごく歪んだね、ストーカー的な、惚れられる最後みたいな感じのね、歪んだ女心なんですけどね。次の歌は、ね、さよならだ女心っていう歌です。私のですね、経験をいろいろ、全部曲は自分の経験をもとにして歌ってるというかですね、もうこの恨み離さねばみたいな感じで歌ってるんですけどもね、次はさよならダメなところです。聞いてください。さよならダメ。
のってね、熊切あさみなんですよね。皆さん知ってますか？あ、なんか熊切あさみがね、愛之助っているじゃないですか、歌舞伎役者。愛之助と熊切あさみは別れてないって言うんだけど、愛之助は別れましたって言って、今度ね、この金曜日にね、紀香とね、フライデーされちゃったんですよね。それすごい今ね、ミヤネ屋とかすごい調べたのが、すごいね、私ミヤネ会社に行っとるからね、見とらんのだけどね、もうヤフーニュースですごい調べてて、ね、あ、熊切は別れてないって言っても別れてるって言ってる、あの熊切みたいな方がすごいね、本当に会社のパソコンの前に私、悶絶しとって、でも男と女のことは本人だけしかわからないとか、私は何も言える立場じゃないとか思ってね、言わんでいいって感じなんですけどね、すごいもうこの歌ほんと熊切あさみに伝えたいなと思ってね、本当さ、本当もうね、テレビ局入ってるからもっと熊切あさみに伝えてみたいな感じで、いつでも相談も乗れんの、私相談も乗れんの、よくね、こう歌歌っとるとね、なんか相談にね、乗ってくれるかなみたいな感じで、若い女の子もね、私実は私もダメ男になんかいろいろされててとか言って、でも私どうしたらいいんですけど、出やすいでしょって相談されるんですよね。メールとかもたまにもらうんですよね。だけどさ、うまくいっとったって、私今年40になるんですけど、40まで独身じゃないっつうのみたいな感じでさ、ほんと相談すること間違っとるよとか思って、私が自分の人生全然できんもんで40まで一人で歌っとるんだからねとか思って、だからね、ご丁寧にね、私はすいませんが相談に乗れませんが応援していますというメールの感じがね、私相談には乗れけど絆めようが得意なのです。あの、ね、すごい熊切あさみとね、もうほんと、もうほんとね、白キャとか言ってさ、絆めやりたいよね、朝5時ぐらいになると。白キャは全然いかんもんね、白キャだよね、あれ白キャですよね、あれ白キャだよね、あれ間違ってます。私行くところは何だろう、どこ行くんだろう、私、ガブリチキンとかかな、最近は。そう、ガブリチキンって美味しいですよね。あ、ちょっとアルマジロです、私行くとか。いつもアルマジロで飲んでます。じゃあ次の歌なんですけれども、次はですね、冬花火という世界冬の恋の歌です。冬花火聴いてください。抱き合うたびに伝わるものは、ぬくもりじゃなくあなたの寂しさ、埋めようとすればするほど互いの溶けた心に痛い、あなたの肩越し覗いた空は今日も見それまじり、私の
では次の曲、地獄まで。Oh!
ますお付き合いいただきまして、次の曲が樋口智美最後の曲となります。イエイ、ありがとうございます。最後の曲に行くまでですね、いろいろお知らせなどをさせてください。今日 CD を持ってきてます。 あちらにですね、ひっそりと6首1000円の恋文という CD が売ってますので、1000円で6首ですのでね、もしよろしくお声の方をかけていただけたら嬉しいです。その中に入っているのは、今日やった中では冬花火と、あと昔の男が入っています。あと男が寝てる間に爪を研ぐ、本当熊切あさみに捧げたいからね、本当山盛りなんですね。6曲とも熊切あさみに捧げたい、今日私らみたいなのね。本当ね、本当熊切あさみのための CD みたいな感じなんですけれどもね、もしね、あの熊切あさみとね、なんか心通じ合えるなって方いらっしゃったら、ぜひぜひお声の方で聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。私なりのですね、恋文が詰まっておりますので、もしよろしかったらよろしくお願いします。で、今日あとフライヤーも入り口でお配りしてたんですけれども、樋口智美と書いてあるですね、中途半端な、うまくもない、下手でもない、達筆の達筆というのがこれはうまくもない、下手でもないフライヤーなんですけれどもね、いろいろ名古屋を中心にライブもいろいろやってます。で、下の方に名前とアドレス書く欄がありますので、もしよろしければですね、名前とアドレス書く欄書いていただけたら、もしよかったらですね、月に1回ぐらい私からあのライブ情報をお送りしますので、全然怖くないですので、よろしかったらですねあのご協力いただけたら嬉しいなと思っております。で、ブログもですね、私あの普段お昼間応用やってるんですけれども、大体あの休日の会社のカレンダーに載ってて、たまに水曜日あの書くことないなとか書かない人とかもあるんですけれどもね、ブログも更新してますので、そちらの方にいろいろライブ情報とかさまざま載ってますので、もしよかったらお聞きください。今日はたくさんの方に聞いていただきまして、本当にありがとうございました。伊藤さんと深見さんというですね、今日のメインディッシュがやってまいりますのでね、うちらは私とジェスピさんはオードブルみたいな感じでね、ほんとこってりとしたオードブルなんですけれどもねオードブルで胃もたれみたいな感じなんですけれどもね、最後の5時間許す限りですね、楽しんでください。ではですね、最後の曲で、最後はですね、風見取りとほどけばせて言葉に振り回されて、くるくる回る風見どり、ただただ幸せになりたいと、今夜も一人から
ってます。ゆみちゃん久しぶり、ここ来たの、はい、久しぶり。